テレビ東京政治部の白石明弘です。4月に予定されている3つの衆議院補欠選挙の告示日まであと1ヶ月を切る中、島根1区には自民党と立憲民主党の幹事長が相次いで島根に入り、前哨戦が本格化しています。島根1区の補欠選挙にはこれまでに自民党の錦織典正氏、立憲民主党の亀井彰子氏、無所属の佐々木忠雄氏の3人が立候補を表明していますが、自民党派閥の政治資金事件後初の国政選挙となる今回の選挙では与野党総力戦の様相を見せています。3月20日島根の集会に参加した自民党の茂木幹事長、冒頭自民党派閥の政治と金の問題について陳謝しました。今、我が党の一部の派閥の政治資金問題、パーティーの問題をめぐって自民党に対して大変厳しい国民の皆さんの目ご批判が寄せられております。心からお詫びを申し上げ、そして反省をし、全く新しい自民党を作っていかなければいけない。その上で厳しい状況の中でも勝利を目指す姿勢を強調しました。まさに嵐の中の、船でということになるわけでありますが、どんな逆風であっても元気にみんなが立ち続ける、一心になってロープをつかみ一歩でも前に出る、こういう気概を持ってこの船をですね運航していけば、必ず目的の港に到達することができる。衆議院島根1区の補欠選挙は細田前衆議院議長の死去に伴うもので、島根1区は小選挙区比例代表並立制が導入された1996年以降、細田氏が連続当選を重ねてきた選挙区です。民主党が大勝して政権交代につながった2009年の衆議院選挙でも細田氏は2位に4万票差をつけて当選するなど、まさに島根は保守王国です。かつては総理大臣を務めた竹下登氏や参院に強い影響力を持った青木元官房長官など、島根県では自民党が抜群の強さを誇っていました。ただ竹下渡元総務会長、青木幹雄氏も昨年亡くなったことに加えて、自民党派閥の政治資金事件の逆風もあり、王国の地盤が揺らいでいます。一方、野党側は共産党が候補者を取り下げて立憲民主党の自主支援に回るなど、議席獲得に向けた野党一本化の構図が固まりつつあります。自民党は茂木幹事長をはじめ今後党幹部を相次いで投入し、支持基盤のテコ入れを図る方針ですが、長年島根の選挙を支援してきた自民党の議員は今回の選挙は相当厳しいと危機感を募らせています。相当厳しいですね。もうお気を捨てなくちゃいけないとかね、今回の自民党はいいとか。一方、同じ日に島根で行われた立憲民主党の集会には岡田克也幹事長が駆けつけ、聴衆に安倍派幹部の政治倫理審査会での連名を批判しました。まず国会ですけど、見てて腹立ちませんか。政治倫理審、誰一人まともに説明しようとしない、自己保身ばっかり。私は知りませんでした。私は安倍さんの幹部だけど、会長と会計責任者がみんな決めていて、私は全然関係ないんです。知りませんでした。お口は合わせたようにそういうことしか言わない。本当に情けないことだと思います。その上で岡田幹事長は議席獲得に向けて島根で集中的に活動する方針を示し、島根一区を天王山だと強調しました。私も今日は2回目ですけども、まだ何回か入る予定してますし、党の幹部だけじゃなくて、多くの議員がしっかり草の根で回る、そういう思いで入ってくると思います。で、私たちも島根絶対勝つ、そういう意味で、天王山。今回衆議院補欠選挙は島根のほかに
それぞれ自民党の議員が辞職した長崎3区や東京15区でも行われます。ただ島根以外は政治と金をめぐる問題で議員が辞職した選挙区のため自民党は候補者擁立を見送るいわゆる不戦敗の公算が高まっています。このためある自民党の幹部は島根1区で自民党が敗れて補選全敗となった場合に岸田降ろしにつながりかねず総裁選の再選は絶望的になると述べるなど一つの選挙区の勝敗が岸田政権の行方を左右するものとなりそうです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。